なんじゃろ？お化けなどいてたまるものか。なんじゃその目は。わしはお化けなどではないわ。誰？先生、こんな時間にどうしたの？意味が分かっているの？冗談よね。もう驚かせないで。まあそれを問う時点で聞こえてしまったのでしょう。そうよ、昔からうなされることがあるの。つまらない悪夢を見るせいね。まったく腹立たしいわ。昔の夢よ。私がまだ私でなかった頃のつまらない夢。そう言うと思った。いいわ、誰にも言わないと約束できるなら。だけれどありがとう。動かなくなった兄、助けを求める姉、理解できない言葉を話す妹、私の家族が壊れてゆく夢、暗い闇の底で光が差すのを待つ夢。私には10人の兄弟姉妹がいたの。上に8人、下に2人よ。なぜ私が唯一の皇位継承者になったのかわかるかしら。私の兄弟姉妹は皆死んだり、病に伏せったり、正気を失ったり、私以外に皇位を継げる者がいなくなってしまったからよ。不幸が続いたの。そして私だけが生き残った。いつまでも忘れるなと悪夢が私に言うの。さらなる不幸を許すなと。アドラステア帝国を追って立つ者は今もこれからも私だけ。私のこの両肩には帝国の全てがかかっている。こんな夜だからかしらね。余計なことをペラペラと話してしまったわ。この話は誰にもしたことがないの。秘密にして。おやすみなさい。あら先生、こんな遅くに何を？少し外に出たくてね。夜風に当たっていたのよ。眠れない夜はいつもそう。それなら私置いて早く寝に戻った方がいいのでは。まあ私自身もそうなのだけれど、あなたは外の空気が恋しくなったことはある？私はあるの。太陽の光に、自然の風に恋焦がれた。前に私の兄弟姉妹の話をしたことがあったわよね。彼らが一人としてまともな生を送れていないという話も。本当に？まあいいわ、続きを話すわね。その兄弟姉妹も私も一時
球場の地下で鎖につながれていたの。目的は私たちの体に強い紋章の力を与えるため。私はフレスベルグ家に伝わるセイロスの紋章を持っていたけれど、強力な大紋章ではなかったし、兄弟姉妹の多くは紋章を持っていなかった。ホドラを滑る無比の皇帝を生み出すべく、私たちは体を刻まれ作り変えられた。その唯一の成功例がこの私、エーデルガルト・フォン・フレスベルグ。そして私を作り出した代償に、残りの皆はその身を滅ぼしたわ。私が作り出される過程では無関係な多くの者の命も奪われていった。これが今のフレスベルグ家の、帝国の呪われた真実なのよ。私の力を見れば納得できるわ。今までは隠していたもう一つの紋章の力、それをあなたに明かしてあげる。あなたと同じ炎の紋章。この紋章を得たその時に私は誓ったの。私という存在のために犠牲になった家族と、多くの見知らぬ人々のために、愚かしい犠牲を二度と生まないよう作る、そのための皇帝になると。はあ、嫌になるわね。やるべきことは山積みなのに、次から次へと問題が発生して。はあ、たまには甘いものばかり食べて一日ゴロゴロしていたいわ。ヒューベルトみたいなことを言うのね。私にだってそういう時はある。まあ絶対ヒューベルトに止められて実現しないからやらないけれど。今は無理でもいつかはゴロゴロ。今笑ったわね。そんなに私がゴロゴロするとおかしい？そう、先生の考えは分かった。まあいいわ。それより伝えたいことがあったの。その改まって言おうとすると少し照れくさいわね。ありがとう。あなたのおかげで私は私の道を進める。きっと私一人だったら心の余裕を失って、冷徹で非常な皇帝にでもなっていたわ。あなたが私の隣にいてくれるおかげで私はエーデルガルトでいられるの。ええ、分かっているわ。私が素晴らしい仲間に恵まれていることも。でもその中でもあなたは特別。今まで誰一人として私自身を超えて私を指揮できる人なんていなかった。私と同じ目線に立って皇女だとか皇帝だとかを気にせずに対等に話してくれる人はいなかった。私は孤独だった。暗い闇の底から一人で立ち上がった。あなたはそんな私に刺した眩しい光だったのかもしれないわね。あら、先生だったのね。ヒューベルトが呼びに来たのかと思った。陛下、仕事が山積みです。空を眺める暇があるなら書類を眺めてください。そう？自分では似ていると思っていたのだけれど。まあこの話はいいわ。それより
この前の戦いではあなたがいてくれて助かった。私も自分の采配にはそれなりに自信があるつもりだったけれど、あなたと共に戦場に立つといつも差を思い知らされる。何が違うのかしらね。まるで戦場のすべてを把握しているような視野の広さと、敵の動きを読み切っているかのような指示や戦術、策略。あなたは私にはないものを多く持っているのよ。正直羨ましい。本当に？でもまあそうかもしれないわね。他人の育てた花の方が美しく見えてしまうものだもの。人間離れしたあなたにも人らしいところがあって安心したわ。しているわよ。そこに議論の余地はない。まあ私も同じようにただの人からは少し離れてしまったかもしれないけれど、仲間ってそういう意味の仲間は嬉しくない。それに私たちはとっくに仲間でしょ。いえ、仲間すら超える関係だと私は思う。ねえ先生、私をエルと呼んでくれる？私の昔の愛称なの。両親や仲の良かった兄弟だけがそう呼んだ。今では呼ぶ人は誰もいなくなってしまったけれど、あなたにだけはそう呼ばれてもいい。いいえ、呼ばれたいの。なぜって、私の隣に立って共に重荷を背負ってくれるあなたを私は家族のように感じている。あなたは私にとって仲間を超えた存在だからじゃないかしら。人を支配した女神の眷属は滅んだわ。女神の作り上げた世界は形を変え、やがて私たち自身の手によるものになっていく。そうでしょう先生。そうね、未来は全て私たち自身の選択次第。女神にただ従っていた方が幸せな世になった可能性もあるわ。それにまだ全て終わってはいない。彼らとの対決は避けられない。あなたはこれからも私と共にいてくれる。聖母で私を守ることを選んでくれたように、今も変わらず私を選んでくれる先生。今エルってよかった。指輪をありがとう先生。喜んで受け取るわ。私はずっと不安だったの。自分だけが一方的に思っているのではと。他の誰を敵に回してもあなたにだけは味方でいてほしかった。重荷を分かち合ってほしいと願った時、あなたもまた同じく願っていてほしかった。その思いがこうして叶って私はとても嬉しい。そうはいかないわ。私とあなた二人で支え合わなくては。闇にうごめく者たちを滅ぼし、フォドラの安寧を取り戻し、素晴らしい後継者を見つけて、私の知性を終えた
その時はあなたと二人だけの蜜月の時を過ごしたい。前途多難ね。甘い気分に浸るのもほどほどにしなければ。さあ行きましょう。あなたは名実ともに私の伴侶となった。エーデルガルトの波動はここで終わり。ここからは二人の道が続く。欺瞞と不条理に満ちたホドラの闇は戦乱の終幕とともに払われるわ。二人でこのフォドラに刺す希望の光となるの。